スビアトスラフ・ウラジミロビチは、チェルニゴフ公、ウラジーミルの子である。フシチー主公、1157年から1167年。1156年、自身の支配権領域の拡大を目指し、デスナ川流域のいくつかの都市を占領しようとしたが、またいとこのスビアトスラフに敗れた。1157年に、キエフ公国を統治する。 おじのイジャスラフと共に戦い始め、チェルニゴフを、ノブゴロド・セベルスキー公、スビアトスラフ、またいとこのスビアトスラフから防衛した。チェルニゴフ公国の行為は、ノブゴロド・セベルスキー公、スビアトスラフのものとなったが、スビアトスラフとおじのイジャスラフは、公国の主要な部分を保持し、スビアトスラフは、不死地位子公国を得た。1159年。 スモレンスク公ロスチスラフがキエフ大公となり、イジャスラフはキエフ大公の位を失った。フシチーシュにも軍勢が迫ったが、フシチーシュはウラジーミル大公、アンドレイの軍によって守られた。また、1160年にはアンドレイの娘と結婚している。しかし、1157年にチェルニゴフ公となっていた、ツビアトスラフの年功序列の優先権は認めざるを得ず、また、 イジャスラフも1161年に、キエフをめぐる戦いで戦死した。1164年、チェルニゴフ公スビアトスラフが死亡し、スビアトスラフは、同族の中で最も年長者となったが、チェルニゴフ公、スビアトスラフのこのオレグと、またいとこのスビアトスラフによる、チェルニゴフ公国をめぐる争いには介入しなかった。スビアトスラフは1167年に死亡し、フシチーシュは、 クせぼろドのものとなった。スビアトスラフに怖いなかった。ありがとうございます。